自分から休み取りたくないけど明日雨になんないかなっていう時があるんだけど、そういうこう夜に本当になんかもうすげえ鬱になるんだよ。その夜のことだけを歌った歌を歌います。
ございます。もう多分本当は俺の出番終わりなんだけど、一曲だけやらせて。さっき高橋さんが、まあ、今日はなんか震災とか戦争とかいろんなワードが あって俺本当はこう分かっちゃいねえっていう曲やろうと思ってたんだけど、自分のなんかこういつもやってる曲じゃなくて、しびれたぜ。戦争の曲俺も一曲あんで、それを最後に歌って終わりにする。その後はセレナーでリメンバーがきっとお前らを打ち抜いてくれるだろうな。チューニングさせて最後に。ミートソニックで5月10日にライブがなんか決まって、今にしたいちっていう生かしたおっさんと一緒になんかやるっぽいから、よかったら遊びに来てください。来なくてもいいです。どっちでもいいんです。生きてればいいんです。じゃあまたどっかで会えるよ。さっきも言ったけど、多分嫌われてんだ。ほんでメンバーもいないし、一人だし、ドラムもベースもいないし、ギター弾いてくれるやつもいない。だけど年末の3月31日に鬼谷に引っ張り出されて、こいつが俺をまたここに連れてきてくれました。もう本当は腐っててライブもやる気もなかったし、だけどこいつのせいで俺の人生はまた狂ったから、最後まで付き合えてね。戦争の時に武力行使じゃなくて いろんな戦い方があったんだよ。昔は東京ローズっていうものだったんだ。そいつらはラジオを通して戦争の、まあいいや、聞いてくれ。Go, go, go, go!